はい、こんにちは、お掃除チャンネルです。年末が近づいてきました。年末といえば年末の大掃除ですよね。皆さんはご自宅のお掃除どのようにされていらっしゃいますでしょうか。今回はですね、大掃除は丸ごと掃除業者に依頼するとお考えの方に、掃除業者を上手に利用する方法としてポイントを3つお話しさせていただきたいと思います。掃除業者の立場からですね、このようにご依頼いただければより頑張って、きれいにしてしまいますというような内容でもあります。ぜひご覧ください。ポイントの一つ目はですね、12月ではなく1月か2月に作業を実施してもらうということです。依頼するのは年内でいいんですけれども、実際に掃除をやってもらうのは、年明けにしてもらうということですね。12月というのはどのハウスクリーニング業者も忙しく動いております。お客様はですね、今年の汚れ今年のうちにを希望されますので、どうしても仕事が12月に集中してしまうんですよね。私は以前ですね、全国最大手の清掃会社に勤めておりました。で、12月というのは本当に大変で、1日休めればいいかなというような感じでした。クルーチーフとして現場の責任者をやっておりましたけれども、人一倍ですね、働くのはもちろんなんですが、やはり人手が足りませんから、短期アルバイトさんなどを募集してですね、なんとかやりきるというような感じだったんですね。短期アルバイトの方もですね、頑張って仕事を覚えてやってくれるんですけれども、やはりですね、どうしてもベテラン同士で作業するのに比べると、仕上がりの質レベルというのは落ちてしまうんですよね。自分でもですね、なんとかきれいに仕上げたいという気持ちはもちろんあるんですけれども、何しろ12月はですね、スケジュールが立て込んでおりますので、それぞれですね、なんとかやりきる、言葉はあまりよくありませんけれども、なんとかこなしていくということで、精一杯になっておりました。忙しくて疲れ切っておりますので、お客様のですね、それぞれの細かいご要望にもですね、全て丁寧に対応するというのが難しい状況でした。ですので私の場合はですね、お客様には12月中の作業ではなくて、1月とか2月に作業させていただくのはいかがですかというですね、ご提案をよくしておりました。年明けの1月2月にですね、行うメリットっていうのはいくつかあるかと思っております。まず一つはですね、閑散期に当たりますので、ゆっくり作業ができるということがあります。12月は大変集中してしまうんですけれども、年が明けるとですね、ほとんどの掃除業者さんというのはちょっと手が空くはずなんですよね。ハウスクリーニングを専業にしている業者はその傾向が強いかと思うんですけれども、スケジュールに余裕がありますので、一件一件ですね、時間をかけて丁寧に作業ができるんですよね。そしてですね、閑散期なので体力が充実しているということもあります。お正月休みを挟んでですね、充電しておりますので、12月の疲れもほぼ取れてですね、よし、また頑張るぞという気持ちになっているかと思うんですよね。体力もですね、12月から回復しているはずですので、やはりですね、元気な時の方がいい仕事ができますよね。はい、そして短期アルバイトの方はですね、12月中までの契約というのがほとんどになりますので、1月とか2月になりますと、もともとのですね、ベテラン中心のチーム編成になるということがあります。やはりですね、慣れていない方よりもベテラン同士で作業する方が当然仕上がりも良くなりますよね。はい、そして閑散期なので料金の交渉に応じやすいというのもあるかと思います。引っ越し業者さんなんかですと、シーズンによってですね、だいぶ料金に変動がありますけれども、基本ですね、ハウスクリーニング業者とかというのはシーズンによって料金を変えているというところはあまりないのではないかと思うのですが、複数まとめてご依頼いただく場合などというのは、12月はですね、やはりそういった交渉に応じにくいんですけれども、1月2月であればまとめてお願いするので、ちょっと料金を安くしてもらえませんかなんていうご相談にもですね、応じやすいかなというふうに思います。そして作業日時の融通が効くというのがあります。12月はですね、もう早い段階からいっぱいになってしまいがちなんですけれども、年明けの1月とか2月であればだいたい空いておりますので、お客様のですね、ご希望に沿って作業を入れやすいというのがあります。大掃除はどうしても12月ではないとダメとかですね、お正月に来客があるからどうしても12月中にきれいにしておきたいなどのですね、
ご事情がなければ1月とか2月に作業を実施してもらうのはいかがでしょうか。私はお客様にですね、12月にきれいにしましても年末年始でまた汚れてしまいますから、1月の年始にですね、きれいにお掃除をさせていただいて、きれいになった状態で新しい年をスタートするのはどうですか、なんていう提案をよくさせていただいておりました。はい、ポイントの2つ目はですね、優先順位をしっかり伝えるということになります。複数のですね、お掃除箇所を依頼する際に、どこをですね、重点的にやってほしいかということをあらかじめしっかり伝えておくということが大事かなというふうに思います。例えばガラスの掃除、床のお掃除、水回りの掃除、これらを依頼するとなった時にどこの汚れを一番気にしておりますでしょうか。自分で落とせない汚れというのはどのような場所になりますでしょうか。経験豊富な業者はですね、加減ができるんですよね。例えば水回りは普段から自分でやってて、今回は床のお掃除を重点的にやってほしいといったことをですね、業者にあらかじめ伝えれば業者もそれに応じることができるんですよね。相手は掃除のプロだからと思ってですね、全てお任せしますという感じで依頼してしまうと、終わった時にですね、確かに全体はきれいになっているんだけれども、なんか希望していたのと仕上がりが違うかなということになってしまうこともあるかと思います。掃除のプロとはいえですね、業者の方もお客様個別のですね、細かいニーズまではやはり分かりません。作業を開始する前にですね、要望をきちんとお伝えしておくことで、思っていた通りの仕上がりに近づけるのではないかというふうに思います。私について言えばですね、期待されればされるだけ頑張ろうという気持ちになります。この汚れが気になって仕方がないということを言っていただければですね、よしということで、いつもよりですね、より頑張ってきれいにしようという気持ちになりますね。ポイントの3つ目はですね、遠慮しないで仕上がりをチェックさせてもらうということです。作業のですね、仕上がりのチェックは面倒でも、その都度その都度場所ごとにですね、チェックされる方がよろしいかと思います。掃除業者というのもチェックされるということはですね、慣れてるんですよね。この部分もうちょっときれいになりませんかとか、これが限界ですかなんていうことはですね、掃除業者であれば普段からですね、よくお客様に言われていることなんですよね。あらかじめですね、それぞれの部分が終わったらお声掛けいただけますかということを業者の方にですね、お伝えして、例えば浴室のクリーニングが終了したらチェックさせてもらう、ガラスのクリーニングが終了したらチェックさせてもらう、その都度その都度ですね、仕上がりを見させてもらうというのがよろしいかと思います。業者の立場としてもですね、お客様にその都度 OK をいただければ安心してですね、次の箇所のお掃除に取り組むことができるんですよね。業者に遠慮してだと思うんですけれども、作業中に全く様子を見ていただくことがないというお客様も少なくありません。業者側からすればですね、どんどん作業を進められますので、確かにやりやすい状況ではあるんですけれども、このお客様はあまり仕上がりに関心がないのかなというふうに感じてしまうこともあります。中には一日中外出されてしまうお客様もいらっしゃってですね、これも業者にとってとてもやりやすい状況ではあるんですけれども、正直ですね、緊張感が抜けてしまうということもあるんですよね。ここはどうしますかといったことでお聞きしたいときにお客様いらっしゃらないとどうしようもないんですよね。チェックする際なんですけれども、もう少しこうしてほしいという希望をお伝えする際に、ここはよく仕上がってますねということも同時にお伝えするのがよろしいかというふうに思います。例えばお風呂の仕上がりをチェックする際であれば、鏡はすごい綺麗になりましたよね、でもこのカビはもうちょっとなんとかならないですかねといった具合になりますでしょうかね。はい、以上、年末大掃除の業者活用術として3つのポイントをお話しさせていただきました。年末大掃除というテーマでお話しさせていただきましたけれども、今回お話しさせていただいた内容はですね、何かのお仕事を専門業者に依頼するといった時にもですね、応用が効く方法かなというふうに思っております。例えば家の外壁を塗り替えようかといった場合もですね、業者の繁忙期を避けてあらかじめ希望をしっかり伝えて、その都度ですね、仕上がりをチェックするといった方法で対応すればですね、いい結果に近づけるのではないかなというふうに思います。はい、お仕事を頼むのであればより良い仕上がりを求めたいものですよね。それではさよなら、さよなら。